はユニクロの防風ボアフリースジャケットをご紹介します。レトレックスにそっくり。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらユニクロで新作で出てた防風ボアフリースジャケットっていうものをちょっとご紹介していきたいと思います。もうね、結構寒くなってきたんでね、もうちょいしたら着れるかなっていう季節だと思うので、ちょっとね先走ってこちらの方をご紹介していきたいと思います。でね、これ買ったきっかけなんですけど、まあ、見た瞬間にレトロ X に似てねって思って、僕レトロ X も持ってるんですよ、こんな感じ でこれ見ててくださいね。これからのユニクロの防風ボアフリースジャケット、もちろんね、その色の配色が違ったりとか細かいディティールは違うと思うんですけど、なんかね仕様の部分がすごく似てる部分があってね、やっぱそのパタゴニアのレトロ X だと結構ね数万円しちゃう部分があって、なかなか手が出しづらいって人もいると思うので、まあ、ユニクロのねこれだったらね値段も先にいっちゃうんですけど、3990円で結構安いんですよ。なのでね、お手頃価格で結構な高性能のね、こういったものがねすごくおすすめかなと思って、こちらの方をちょっと購入してちょっとレビューしていきたいと思います。はい、っていう感じでね、簡単に商品紹介からしていきたいと思います。はい、商品名のは防風ボアフリースジャケット括弧長袖というものになっております。で、価格に関しましては3990円、レトロ X と比べるとめちゃめちゃ安いですよね。もう10個分くらい違うと思うので、にゃ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 、おお猫が暴れとる。ちょっと猫ちゃんをどうしたの、ナルト、どったん、おお軽快にうんちがついてますね。A few moments later. はい、お待たせしました。でね、色展開に関しましては、ブラック、ベージュ、オリーブの3色展開で、僕は今回ね、こちらのカラー、ベージュのカラーを購入してきました。ちょっと持ってるね、レトロ X も同じような色だったのでね、ちょっと比較とかもしたいなと思って、YouTuber 魂でちょっと頑張ります。はい、そしてね、サイズ展開はユニクロのいつも通りで、XS サイズから 4XL までの展開。店頭に関しては、S サイズから XL までありました。で、僕は今回 L サイズを購入しました。XL もね、試着してみた時全然着れそうだったんですけど、なんかね、後ほど喋るんですけど、まあ L サイズの方がいいかなと思って、使い勝手の部分で L サイズにしてみました。で、素材に関しましては 100% ポリエステルになります。ただね、すごく柔らかいんですよ。結構ね、ポリエステルとか入ってると張りが強かったりとか、ポリエステル独特の感触もあると思うんですけど、全然そんなことはなくはないかなぐらいなんですけど、すごくね、肌触りも柔らかくてすごく着やすそうです。柔らかいんですよ、めちゃめちゃ。このね、レトロ X はね、中にフィルターもちろん入ってるんですけど、ちょっとね、まだ新品状態なのでちょっと硬いっていうのもあるんですけど、これもね、同じくフィルターとかが入ってるんですけど、そこまでね、こうなんかパリッとした感じはしなく、すごく着やすそうです。普通にフリースみたいでね、仕様に関しては先ほどもお伝えした通り、冷たい風を通しにくく暖かさをキープしてくれる素材になってます。まあそういったところもレトロ X と似てますよね。でね、シルエットに関しても程よいリラックス感のあるシルエットっていうところなんですけども、そのレトロ X だったりとかアウトドアブランドよりも少しねタイトめにできてると思います。アームホールとかね、ユニクロにしてはある程度ある方だとは思うんですが、やっぱり本家のレトロ X とかに比べるとちょっと細身でね、使いやすいタウンユースかなっていうふうに思いました。はい。でね、この胸ポケットの内側もね、こうちょっと機能性が高くてですね、ここのね、パーとは違くて、マイクロフリースの素材になってたりとかして、機能面だったりとかね、やっぱりしっかりと考えられてます。やっぱこのポケットの内側とかがこういう風な素材だと、引っかかっちゃうであったりとか、やっぱ物が入れづらいとかがあるのかなっていったところでね、マイクロフリースを使われていますね。すごいね、ユニクロさん。そう、このお腹のポケットのところも同じくマイクロフリースが内側に入ってるような感じですね。がね、やっぱ手入れてもあったかいし、やっぱ物入れてもね、引っかかっちゃったりとか、そういったこともなくね、機能面もすごく高い商品だと思います。3990円でこの仕様ってすごいですよね。はい、っていう感じでね、もうざっくり着ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。175cm、63kg で今 L サイズを着用してます。ちょっとね、中にオーバーサイズ気味のロンティー着てるんで、下の方がねルーズに出ちゃってはいるんですけど、こんな感じですね。ほんとジャストサイズっていう感じですごく着やすいです。でね、やっぱ内側もね、こういう風にマイクロフリースになってたりとかするんで、すごくね、保温性というかあったかさもすごくあって、やっぱね、真冬だったりとか、あと秋でも寒い日も最近続いてきてると思うんですけど、やっぱロンティの上とかにね、こういう風なの1枚羽織るだけですごく変わってくるので、めちゃめちゃ使いやすいと思いますね。でね、ちょっと着てて思ったのが、やっぱアームホールだったりとかある程度細いのと、ここの、なんだろう、袖の裏地っていうところもね、マイクロフリースになってるんで、袖同士はそんなに良くないですね。なかなか今ロンティ着てるんですけど、シャツ着たりする人もいると思うんですが、なかなかこう中に通すのは着づらいかなと思います。まあもちろんね、通しちゃえば別にそんな都合はないんですけどね。
でシルエットはねレトロ X よりもちょっと細身になってるんで、やっぱねいろんな服装に合うかなっていうふうに思います。レトロ X とか少しね太身なので相性の合わない人もいると思うので、ちょっとレトロ X も着てみますね。A few minutes later. はい、レトレックスはこんな感じですね。やっぱ袖の部分だったりとか少しねワイド気味だったりとか身幅もある程度取られてるのと、あとは裏地はねこういう風なマイクロフリースじゃなくてザ・アウターみたいな感じでやっぱ着用するように作られているので、そういったね用途の違いがあるかなと思います。ちょっと戻します。はい、ユニクロの防風ボアフリースジャケットに戻しました。こんな感じ。やっぱりねこっちの方がタイトに作られているのと、なんかアウターっていう感じではないですね。もちろんフィルムが入ってるんで風だったりとかを防いでくれるんでアウターとして使ってもいいとは思うんですが、そこまでねアウターっていう感じでもないので、僕は普通にフリースみたいな使い方するかなって思います。この上にねさらに風を防いでくれるようなアークテリクスのジャケットだったりとかノースペースのジャケットとか着ればね、もう防寒対策がバッチリだと思うのですごくいいと思います。あとはインナーで使った時にもね柔らかいので、そういったところも着心地はいいのかなっていう風に思いました。あとはねアウターとしてねもっと使いたいんだったらもうワンサイズ上げて XL、 僕が L サイズで選んだ理由っていうのが、着た時の着心地であったりとかシルエットだったりとかを見た時に、そのアウターっていうよりもインナーというか、まあ、1枚でざっくり着る、であとは冬にはねこの上にアウター着るかなと思って L サイズにしたっていう感じですね。 XL でも全然着用はできました。ただね秋口だったりとか使うんだったらこれくらいのサイズ感の方が使いやすそうかなっていうところが本音です。はいはい、ということでねこちらの防風ボアフリースジャケットを使ってですねコーディネートを3つくらい組んでみたいと思います。主に僕はこれアウターで着ないと思うんで、ボトムだったりとかインナーをちょっと変えてお伝えできればと思います。でサイズ感だったりとかねこのアームホールの感じだったりとか結構特徴的だと思うので、そういったところがねお伝えできれば参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。すごく使いやすいです。めっちゃいい。なんかね秋のライトアウターみたいな感じで使うといいかなっていう風に思いました。なんかねその防風ボアフリースジャケットって去年も出てたのかな、僕あんまりよくわかんないんですけど、まあフリースって結構ユニクロいっぱい出してるじゃないですか。普通のフリースとめちゃめちゃファーのものをご紹介したと思うんですけど、それよりもねすごくいいです。あったかさの部分だともちろんあっちの方があったかいのかなわかんないんですけど、やっぱボリューム感だったりとか出ちゃうだったりとか袖口がねやっぱりもったりしちゃうっていう部分があったんですけど、こういう風な感じのねアームホールの細さだったりとか身幅の細さ、結構最近オーバーサイズ気味のものが多くてね、そういったコーディネートすることが多かったんですけど、ザ・スタンダードっていう感じでカジュアルにも使えますし、あとはスキニーパンツだったりとか一番最初のコーディネート合わせた感じでトレンドもクソもなく、もう本当にスタンダードな感じでも使えますし、2つ目のそのレザーパンツだったりとかちょっとワイド気味のパンツと合わせた時にもね、当たり障りのないシルエットでね、やっぱ機能性もすごく高いし着心地もいいしあったかいってところがやっぱりポイントとしてはすごく高いと思うので、とても使いやすかったですね。最後のこのコーデなんかはねもう普通にデニム、ちょっとルーズめのデニムと合わせてねアメカジっぽくしてるだけなんですけど、色味もベージュというか生成りに近いような感じなのですごく柔らかい印象でね使いやすかったです。他にも実はブラックだったりとかオリーブもあると思うんですけど、まあそういったものもねいいと思います。ただ僕はねこういう風なちょっとナチュラルカラーがこういう風なフリース系だと好きなので、今回はこれにしてみたんです。やっぱりね良かったと思います。使いやすい。冬なんかね、まあ冬なんかで風強い日だったりとかだったらこの上にね風を防ぐようなものを着ちゃえばねもう間違いなくあったかいと思うので、3990円でこのコスパはすごいっす。
もちろんね、本家のレトロ X はね、アウターとしてはもちろんすごく使いたいと思ってるんですけど、やっぱ着やすさの部分で言うとね、柔らかさであったりとか、値段も値段なので、やっぱこういう風な白系の色、さっきのレトロ X も白系の色だと思うんですけど、やっぱパスタ食った時とかに跳ねかしちゃったりとか、ラーメン食った時に汁飛ばしたりとか僕よくあるんで、なんか気軽に着るんだったらこっちなのかなっていう風に思っちゃいました。もちろん値段の部分が大きい部分はあるんですが、それに勝るね、機能性であったりとか、着心地の良さをすごく感じることができました。はい、でコーディネートもやっぱしやすかったです。サイズもね、トレンド感のあるちょっとリラックス感はあるけど、そこまででかすぎないっていうところがやっぱポイントなのかなと。オーバーサイズのシルエットが苦手な人も最近多いと思うので、だったりとか、もう飽きちゃったよっていう人もいると思うんで、こういう風なね、スタンダードのアイテムをやっぱ持ってると、着回しの部分でいうとピカイチ万能に着回せると思うので、ぜひ参考になればと思います。はい、という形でね、本日はこちらの防風ボアフリースジャケットだっけなっていうのをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょう。僕は個人的にすごく良かったなと思います。黒だったりとかね、オリーブも着たいくらいね、すごく使いやすくて、やっぱあとこの胸ポケットがね、やっぱ使いやすいんですよね。こういうね、胸ポケットとかね、何気に使いやすかったりとかする、そういう機能面だったりとか、あとポケットの裏地がマイクロフリースになってるだったりとか、そういう細かいディティールもすごく気に入っています。あとはね、レトロ X がやっぱりすごく人気の商品なんで、僕も真夏に購入したくらいだったんですよ。で、やっぱそのシーズン入っちゃうとなかなか購入できないであったりとか、少しお値段が高くてね、なかなか手が出ないっていう人もいると思うので、そういった方はね、このユニクロのやつ、安かろう悪かろうじゃなくて、安くてすごく品質の高いものだと思うので、ぜひね、店頭とかで合わせてみてね、試してみるといいと思います。すごく着心地もいいし、シルエットもいいしね、コスパの高い神アイテムだと思います。っていう感じで、今回の動画いかがでしたでしょうか。僕もね、こういう風なユニクロの高品質アイテム大好きなので、今後もこういうのを探していきたいと思います。もう気温もどんどん下がってきてね、こういう風なライトアウターであったりとか、あったかい素材のものっていうのはどんどん人気が出てくると思うので、やっぱりサイズ掛けだったりとかね、色掛けなんかもユニクロさんでも起こると思うので、ぜひ早めにチェックしてみてください。はい、っていう感じで、今回の動画良かった、参考になったとありましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。